はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルフィジです。では、今回は、帝都の決戦山、4パンプギット、棒の岬沖海戦の後、日本軍プレイの続きをやっていきたいと思っています。で、まずですね、今回、実は少しやっておいたことがあって、何をやったかというとですね、マレーからの撤退を行っています。じゃあ何したのっていうところなんですが、まず飛行場からですね、航空戦力を引き上げています。まあ、飛行場にね、偵察機を残している以外は戦力は引き上げています。代わりに、この日本近海に航空戦力を割り当てたという状況です。なので、ちょっとここにね、さらに第2飛行場にもね、できるだけの戦力を配備してあげましょう。第2飛行場に配備できる爆撃機、何かあるかな？爆撃機は何もない。雷撃機は？観光来ますか？10機。護衛機は艦船が10かな。いや、もうとにかく今、すべてのものが不足しているっていう状態なので、なんとかこのね、状況を打開したいというところで、日本近海と沖縄と南シナ。この3つの海域で、なんとか資源を確保して、艦隊を立て直したいというところになります。で、今、鉄が足りないので、新しく建造することができないんですが、この先、展望としてはですね、この最新鋭の高速重巡洋艦、これを量産して、なんとかアメリカ軍にね、一矢報いる。それをやっていきたいと思っています。今、同型艦2隻建造中です。まだ完成していません。では、時間を進めましょう。敵連合軍艦隊、日本近海侵攻。まあ、これを迎え撃つところからですね。あ、そう。あと第1艦隊はですね、ヤマトだけにして、第2艦隊空母艦隊という形で、第1艦隊と第2艦隊分離しました。で、ヤマトはまあ夜に突撃させるしかないので、一番遠いところに待機。一方、空母艦隊はね、画面マップ中央に置いて、いきなり攻撃ができるような体制を取っていきましょう。お、いきなり夜は夜だね。夜の間は洋上待機ですね。空母は。代わって、ヤマトが、まあ、一矢報いるという展開になるかなと思います。まあ、夜のうちにね、飛行場が破壊されてしまう可能性が極めて高いっていうのが、とても残念なんですが、まあ、ここはしのぎましょう。ヤマトを突入させて、敵の空母を1隻でも2隻でも沈められる、その射程圏内にまずは侵入することが大事なので、そこからね、ちょっと見ていきます。空母の位置がバレたな。急いで投降しましょう。さあ、敵の空母まで距離が届けば空母を沈めたいけど、空母までの距離がちょっとありすぎるかな。そしたら戦艦を沈めておきます。偵察機にヤマトが発見されているので、ヤマトは逃亡ですね。で、第一飛行場からはひたすらに敵の戦艦部隊を潰していきます。
いやー、敵のアメリカ軍の戦艦も、こんだけ魚雷ぶつけても、沈まないね。さすがだな、アメリカ軍の艦隊も。強い。そしてヤマトに敵の攻撃隊が殺到してるという状態だね。なんとか夜まで逃げ切ってほしいけど。空母もちょっと逃がしましょう。洋上に。空母がやられるわけにはいかないので。敵の空母艦隊が寄ってきてる中、寄ってきてる中で敵の駆逐艦に取り憑かれている。あんまりよろしくないな。くそー。さあ、この爆撃、なんとかかわしてくれ。こっちは敵の空母を、せめてね、甲板不能まで持っていきたいけど、どう？敵の空母を沈めてくれ。さあ、逃げるぞー。さあ、夜になる前にもう一回空撃ね、かけておきたいですね。どの空母が大破？この空母が大破か。撤退だな。沈められるわけにはいかないので。さあ、ヤマト以下、各艦隊は、駆逐艦1隻2隻沈められてるものの、なんとかね、持ちこたえてはいますからね。ここはヤマトが盾となって、空母が逃げるのを、なんとか、手助けしてあげたい。いや、ここでも爆撃隊が敵空母から出てくるからね。敵は撤退しましょう。ここはどうしても逃がさなきゃいけないので撤退だ。ヤマトも撤退。急いで撤退しよう。あとは味方の航空戦力で頑張ってもらう。いや、本当に厳しい戦いだな。
さあこれで敵艦隊ロストしましたね。あとは夜明けとともに味方の航空隊、航空基地からの攻撃で頑張りましょう。いやー追撃が来るか。ロストしたかと思ったが敵はロストしてなかったね。味方の艦隊の撤退は完了しました。あとは夜明けとともに、味方のね航空隊が敵を殲滅してくれるのを祈りましょう。まずやらなきゃいけないのが索敵からになりますね。第一飛行場が割と健在だっていうのがまだ唯一の救いであって、この第一飛行場はかなりの航空戦力を要しているという状況が、まあ、どう出るかですね。で、第三飛行場の方も航空戦力、まあ、割と充実しているので、これでなんとか敵をね、撃滅していきましょう。で、おとりとなった、まあ、結果的にね、一番最初に破壊された第二飛行場は、航空戦力ほとんど配備していなかったので、これはもう良しとします。敵の爆撃機が飛んできてますね。いやー攻めてなー、味方も夜間に直炎だけでも出せればね、もう夜の間艦隊がいないとやられるのを一方的にこうぼーっと見てることしかできない。これほど夜明けが待ち遠しいことはないなー。基本的にあのタイに遊びに行くと、まあ、8時ぐらいから活動して2時、夜のですね、8時ぐらいから活動して、まあ、夜の2時ぐらいに、まあ、寝ようかなっていう体制に入るんですけど、ここに関して言うともう、とにかく夜明けが待ち遠しくてしょうがない。さあ、そしたら、まずは、索敵しましょう。見込みで攻撃隊も出す。どこにいるんだ敵の艦隊は。そんなに遠くにはいないと思うんですよね。発見した？発見したね。ちょっと遠いなぁ、遠いけど。攻撃隊を出していこう。三空母が健在だね、敵は。この空母は？ヨークタウン。これが、甲板がやられてるのかどうかちょっと微妙な状況で、多分やられてないですね。なので、4空母から攻撃隊が出てくる可能性が高いので。さあ、まずはこっちの戦艦部隊に攻撃かけてますね。空母までちょっと遠いんでしょうがない、ここは。航空隊が戻ったらすぐに攻撃隊を出します。
攻撃準備が整い次第攻撃タイム出すよ。空母を待ちたい、空母を待ちたい、空母出現を待ちたいけど待てない。時間がないので攻撃しにかかりましょう。ロストした。敵の位置をロストしてしまった。偵察機はどうしてる？電車ね。空母艦隊がどこにいるかがちょっと発見できてないですね今。急降下よりもやっぱり魚雷で確実に足を止めて、そこからじわじわと削っていきたいところなんですけどね。よし、戦艦一隻まず撃沈。さあ第2波攻撃していきましょう。うん、本当は空母をねゴリゴリ削っていきたいんですが、まあ、戦艦硬いでしょうがないですね。空母が本当にどこに行ったのかね。敵の空母、敵の空母の位置が知れないので、まあ、いるのは間違いないんですけどね。この辺りにいるんですね、敵の空母。ここで雨か。悔しいタイミングだな。まあ、おそらくこれでもう味方の攻撃隊が、出撃できることはないのかなと思います。もう雨の後は夜間に入って、なんとかこの第三飛行場がね、敵の攻撃に持ってくれれば嬉しいなっていうところですかね。航空機の数ももうだいぶ減ってきちゃってるんで、やっぱりそういう意味でも敵の空母を、仕留めておきたかったですね。もうこのまま雨がずっと降り続いてくれればいいんですけど。
雨がここで止んじゃいましたが、今、まあ、7時半、夜の7時半なんで、あと、まあ、4時間半。敵の夜間爆撃機がどれくらい配備されてるかにもよりますが、この第三飛行場が持つか持たないが、ちょっと微妙な、消耗度というか、ダメージ度というか、損害度になってますね。はい。なんとか勝利しました。戦果確認していきましょう。まず味方の方なんですが、駆逐艦2隻をロスと失っていますね。敵の方なんですが、戦艦1隻、まず第3艦隊から撃沈。あとは駆逐艦を、3隻撃沈してます。で、第4艦隊の方なんですが、アイダホ撃沈。あとは、ニューメキシコ撃沈。さらに、ニューヨーク撃沈。他、大損害を与えているので、しばらくは寄ってこないと思います。で、一方、第5艦隊の方なんですが、護衛空母、何隻か入っていましたね、やっぱり。護衛空母4隻入っていて、これも大ダメージを与えているので、しばらくは防衛ができると思います。その間に、第2艦隊をね、増強していきたいというふうに思います。鉄がゼロ。もう鉄がゼロです。もうこれは完全に艦隊がダメージを受けたことによる影響と、爆撃を受けた影響ですね。いやー、厳しい戦いをしてくれるな。まず、中破してるヤマト3週間。で、他、中破しているものがいくつかあるものの、まだドックにすら入れてない状態だね。鉄がない分、まあ、ただ鉄がないからといって嘆いてるだけではどうにもならないので、その分航空機を作っていきましょう。航空機としては、まあ、銀河攻撃機の銀河を生産できる数だけ生産しますか。で、8機の銀河を配備していきます。日に日に戦力が低下しているのは目に見えてきてますが、ここをなんとかこらえてこらえてこらえてこらえきりましょう。で、お金に余裕が幸いあるので、まず兵器開発。何かあるかな？キー型。余裕ないわ。航空機。いやー、神殿も作る余裕ないな。技術開発に投資しましょう。で、物資援助で一応お金をね、渡しときます。代わりに何かくれるかもしれない。で、小笠原沖、マラッカ、レイテ、この辺りにスパイを送り込んでおきましょう。では、今回はここまでにさせていただいてですね、非常に苦しい戦い続いてるんですが、頑張っていきたいというふうに思います。で、あとはですね、そうだそうだ。艦隊。第三艦隊の方が一応回復しているので、まあ、第三艦隊の方を分離しましょう。こんな感じですね。で、何がしたいのっていうところなんですけど、まあ、石油はまだあるんで、南シナに艦隊を一個、まあ、艦隊っていうか空母だよね。空母を残して、ゲージを日本近海に戻しましょう。もう日本近海を徹底的に守る。で、提督を乗せていきます。いや、誰にする？万能的な人がいいんだけどな。ここは栗田さんにしときましょう。年功序列で。
よし。これでじゃあ、時間を進めて次回ね、やっていきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。